こんにちは、どうも店長です。今ですね、本当はですねこっちだったんです。こっちがメインだったんです。今ですね、あのタオル、バスタオルの大きさ半分で吸水力5倍のタオルが、フォックスでねちょっとブレイクしちゃって、ちょっとバズっちゃってるんで、なんか肩身の狭い思いになっちゃってますけど、本当はこの子たちがメインになるはずだったんですけれども、そんなハンドタオルを今日はご紹介していきたいなと思います。ご覧いただいている通りですね、2種類のタオルがありまして、これ大きい方小さい方とありますが、長方形なんですね。広げてみても面白いと思うんですけど、この柄がねちょっと配色が違ってるタイプもあったりするんですが、長方形の2つ折りで正方形になるタイプと、で長方形なんですけど長方形の3つ折りで長方形になるタイプ、こちらの、ですね、2種類のハンドタオルというか、まあ、ハンカチ代わりになるような、ね、タイプなんですけども、これが、店長なんか汗拭いたり手拭いたりするの欲しいなと思ったわけですね。自分がなんせやっぱ夏場なんで、普段っていうかもう暑いから汗かくじゃないですか。とりあえずまあ汗かきますよね。でとりあえず、ね、何で拭くっていうとやっぱタオルにはなるんですけど、ちょっとなんかねフェイスタオル持ち歩いてこう歩いていくのもなんかなんだなと思って、それで思いついたのがハンドタオルだったんですけれども、洗い気もねいいんですけど、この折り目があるんですよね。ちょっと全部の種類に折り目が入ってまして、畳みやすくなってます。ハンドタオルって、まあ、長方形じゃなくて正方形で四つ折りとかっていうと結構大きさ、なんていう厚み出ちゃったりして、あんま持ち歩きたくないとかそういう方もね中にはいらっしゃるかななんて思うんですけど、そういうストレスはないです。書いてありますね、ちゃんと折るタオルって、折るタオル折ったみたいな、なんてなんか目で口みたいに見えない、折ったみたいな感じ。はい、でこちらの三つ折りの方はちゃんと2つのところに線が、折り線があるのでパタッパタッとちっちゃく畳みます。でね、お客さんも言ってたけど、この三つ折りは画期的じゃないかっていうね、長方形で収めるのはやっぱね、サイズ問題って結構皆さん気にしてたみたいで、このコンパクトさってわかります、まあ、何センチだろうな、とにかく小さいですよね。横幅も狭いし、これだとさっとバッグに入れたりポケットに入れたりとかしやすい。すごいって言ってた。本当にお客さん感動してました。これは見たことないです、こんなんなかったですよっていうね、そんな感じで、いやすごいなって言ってました。でですね、汗拭き用とか、まあ、手拭き用でご自分が持っててもいいと思うんですけど、僕はそこをあえてちょっと男性の方にねお勧めしたいんです。で男性もこうハンドタオル持ってる方、お客さんで中にいたんですね。さすがだなと思ったんですけど、やっぱ多少の厚みとか大きさはあった方が汗拭きやすいとかっていう風に言ってたんで、僕はね男性向きだったらちょっとこっちの方がいいんじゃないかなって思います。男性の方がこれ持ってたら、まあ、男の人、お父さん、 おじさん、まあ、おじさんなんでがちょっと持ってて、こうさっと出してさっとこうさっと拭いたらどうだって話で、普通のハンカチもまあいいよ、暑い、いやいいけどさ、ハンドタオルもいいけど、これ柄のさ可愛いやつをちょっとこうさっと当てたらさ、おってなんない思ったんですよ。で僕も若い頃は実はね、バンダナをこう、まあ、4つちっちゃくたんでポケットに入れてハンカチ代わりにしてたんですけど、それはやっぱりね、女の人見てるもんで、まあなんですよ、まあその時なんだ、その時も店長だったな、店長だけど、店長珍しい、持ってますよねみたいなね、珍しいですね男の人でみたいな感じで言われたけど、あれは多分悪い意味じゃないと思うんで、男の人がねそういうの持ってても全然いいと思うんです、エチケットっていうかね。で逆にこう清潔感みたいな感じたりとか、なんかプラスの印象はかなりあると思うんですよね。でこれやっぱね、当たりがいい、肌触りいいです。なのでちょっと推奨したいんですが、でね、実際まあ男の人がこれを買いにっていうのはちょっとなかなか考えるにあたって難しいというか、少ないだろうなケースとしてと思ったんですね。今ここちょっと映ってるのがね、靴下なんだけど、これメンズの靴下なんですよ。メンズの靴下ですね。柄のこのアンクルソックス、まあいっぱいあるんですけど、で思ったんです、店長は。これ例えば、まあ僕はね、お嬢さんとかがいいな、娘さん、お父さんいる娘さんお父さんがいる娘さんがね、まあ父の日ってさ、あったじゃん、6月に。あれ、多分みんな6月何もしてないと思うんですよね、お父さんに。言って、まあ、どうかな。で個人的にだけど、こういうのをあげたらお父さん喜んで使ってくれるんじゃないかなって思うんですよ。で靴下550円、まあ、ちょっと値段違う、これ660円なんで2つで1000円ちょっと、まあ、税込みなんで1000円ちょっとなんですね。でちょっと靴下もさ、種類あってこう安いのもあるんだよ、385円でしょ。でまあこの辺のハンドタオルは全部660円なんですけど、これだったらまあ大体1000円ぐらいじゃない、まあ、大体ねぐらいのちょっと贈り物を、まあ、1ヶ月遅れの父の日もしくは2ヶ月遅れの父の日なんて言ってあげたらお父さん泣いて喜ぶんじゃないかなって思うわけですよ。娘さんがいいよね娘さんがいいと思います。僕は、まあ、息子からもらっても嬉しいけどね、これもらっても嬉しいけど、皆無ですからね、やっぱそういう父の日、子供からっていうのはなかなかないので、いや
いや見てるかな、学生の少女たちを見てねえな、俺の YouTube そこまで影響力ないな、主婦が多いな。奥さんでもね、奥さんからでもいいじゃないですか。じゃあのね、ちょっとこういうので合わせて旦那さんに違うじゃんね言ってることね、娘がいいって言ったけど、奥さんでもいいと思う、全然奥さんからでもあのお父さん嬉しいと思うな、思います。息子からでもいいと思うね、息子からこれちょっとお父さん使ってよなんて言われて、やっぱ嬉しいかもしれないな、嬉しい。というわけでですね、ちょっと遅れてきた父の日ギフトです。ギフト、まあセットじゃないんですけど、バラなんてもちろんこういう組み合わせでねあげてもいいし、なんかあげたら喜ばれるんじゃないかなっていうのはすごい思うね。靴下も喜ぶと思うけど、そんな感じでちょっとねいろいろなんか思いがあったわけですよ、このハンドタオル入れるにあたって。でね、あのちょっと、まあ、追加事項ですけど、こう顔はやっぱねベタつく季節ですから、こまめに拭き取った方があのテカリも抑えられますし、これ中年男性、あの世の男性みんなしかりなんですけど、なんでやっぱ基本的にこう清潔に保つためにもハンドタオル持ってた方が夏は特にいいんじゃないかなと思います。はい、以上です。